とグラウンドになった時がちょっと楽しみですよね。いいナチュラル系のしっかりとした体を作ってみます。パックルに行った。アローナの方から行った。あれが持ち味ですね。そうですね、スピードあります。はい、首さあ、おー結局タックル、うまい、首取られてますね。下からヒョードル、上になっているアローナは、リングスマットではコピロフとジェレミー・ホーンに判定勝ちを収めています。アローナ、熊本さん、なかなか強い選手ですよね。はい、アローナ、上になります。アローナはですね、もうあのブラジルのトップチームが本当21世紀に向けてですね、最強に仕上げてる選手。あ、これ首開いてる、首開いてる、首開いてるぞ。顔色が変わってきた。アローナちょっと苦しいぞ、苦しいぞ。冷静な顔でヒョードルが締めていきます。96年柔道ロシア選手権優勝、97年サンボロシア選手権優勝、並びにヨーロッパ選手権を制した下になってるヒョードルが首を取っています。おっと、外れた、外れた、外れた。よく今ギブアップしなかったですね。逆に素早く後ろバックを取っています。そしてちょっとこれはバッドポジション、いやいや、まだ絡みついたら離さないというそのアローナ、ネチ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 と言っています。あのアローナに関してはですね、ブラジルのトップチームが本当に21世紀に向けてもう最も自信を持っている選手なんですよね。まあ、今セコンドにもついてますけど、ブラジルのトップチームの、リーダー格であるマリオ・スペイキ、この人はですね、もう本当この選手は強くなると、ブラジルで一番強くなると言ってますからね。そんな太鼓判ですか。はい、後ろ離れませんね、離れません。一旦噛みついたら、フェイスか、フェイス、フェイスに腕がかかっています。このまま決めています。スリーパーだった、スリーパーだった。はい、ブラジルの充実ヘビー級3連覇。いや、本当に鳥ぶちのように離れ、おっと、上になった、上になった、今度は上になった。野獣系ですよね。本当にそうですね。ヒカルド・アローナ、噛みついたらもう絶対離すかというような感じが、はい、漂っています。オピロフとですね、今もうぐん伸びてきているジェレミー・ホーンに勝ったわけですからね、そうですね、はい、これは大したもんです。ヒョードルはちょっと今自分の先ほど決め損なったのがちょっと致命傷になるかもしれませんが、そんな勢いで攻め込まれています。田村さん、どうですか、今のところの感想としては。そうですね、アローナの方がやっぱりポジション取りがすごい上手いですね。はい、両手、腕を組み合わせて胸に持っていきました。はい、まあ、このポジション取ってからの決め手がちょっと見ものですね。そうですね、はい、21世紀のこのヒカルド・アローナ、ブラジルの一押し選手。腕を取ろう、腕を取りました。あのアローナは、まあ、今でも強いですし、その素質もピカイチなんですけども、マリオスペヒに言わせるとですね、まだノゲイラほどこのルールに適応してないと言ってましたね。このルールでじゃあノゲイラが今現在はいいと。そうです、はい、体格も、ね、確かにいいですからね、ノゲイラはね。自分の名前を右肩に入れています。ヒカルド・アローナ、まだ22歳、まさにこれから21世紀に向かって、伸びていこうという選手でありましょう。この試合が20世紀最後の大会ということになります。リングス決勝トーナメントはもうすでに、来世紀ということになります。これで腕の、まあ、争いになっていますけれども、しっかりと自分のポジションはまるでロデオのように体勢を崩しました。しかしここで変わりました、入れ替わりました。さあヒョードルが立ち上がって引きずり込みます。足かけていくんですかね。ヒョードルしてはもう先ほどね、しまったと思う感じがあったかもしれませんから、まあ、でもあのすごい表情が落ち着いてますよね、ヒョードルって。はい、私名前一瞬聞いたときに、あの昔あのちょっと前ヒョードルさんって言いましたよね、コーチ格で、はい、あの方なのかなと思ったらよく見ましたら名前が違いまして、こういう名前がおそらく多いんでしょう。ロシア柔道の猛者、まあ、と言われていますこのヒョードル。この冷静な試合運び、表情というのがまた何かやってくれそうな感じがあります。ヒョードル、そしてアローナ、ロキックと右のストレート、ボクシング上手いですね。ねえ、タックルいった、ちょっと高いか、切って切ってますね、はい、今うまいまいったらヒョードルに対してですね。そうですね、はい、タックルの強さ、ここから押し込みが強いですね。また首か、さっきと同じか、首が離れません、離れません。今の逆立ちで普通なら切れるんでしょうね、多分離しませんでしたね。取ってますよね、これね。そうですけど、1がアローナの方が最後取ってますから、はい、ここから何かこうひねるを加えて決めることはできないですか、田村さん。そうですね、ちょっと難しいですね。難しい、下半身をロックしないと首の方が決まらないと思うんで。横に流れちゃってますね、はい、動きが速いですね。野獣系ですね、まさに野獣系ですね。ゴーゴーゴーチャン、
ブレイクブレイクブレイクこれブレイク、第1ラウンド終了しました。なかなか力強い攻防ですね、はい、両者2ラウンドにもつれ込む試合というのは今日はですねすごい濃密な1ラウンドこなしてますね。そうですね、はい、ラウンド2セコンドさあ、はい、第2ラウンド5分間です。間合い取って間合い取ってヒョードルというのも何かこう順応性を感じさせます。ここです。うまい、うまい、今カウンター取りましたね。カウンターいいカウンターですね。そう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 、うまいうまいうまい、反応は非常にいいものを持っています。あのタックル潰されるとあの厳しいですからね。あの人は、はい、あの人は密着したいでしょうからね。あ、来た来た来た、潜り込んだ。足は引っかからない、引っかからない、投げ打とうとした。押し込みますね、またアロナが多分取ってますね。何かこう相撲の格好のような感じになりましたが、ちゃんと首を巻き込んでます。この辺が違うところか。うまいですね。おお、左、おお、あー、いい、うまい。これは今紙一重かわしています。ちょっと若干の末、このまま続けばいいですね。そうですか。タックル入ってる潰してポイントを取り続けますね。はいはい、ヒョードルの決めは何でしょうか。やっぱり首系なんでしょうかね。おっ、パンチ前ですよね。あの合わせるタイミングとかね、はい、抜群のものを持ってます。この人でもボクシングとはグローブの練習最近してると書いて ありますね、プロフィールに。もともとはそのロシアとロシアの柔道とサンボのチャンピオンなんですけども、このグローブ系の練習をかなり積んでるということでありますか。ブシャプロメイユ、リカードプロメイユ、ダウンされました。でも間合い取るのうまいですね、うん、そうですか、はい、はい、あまりこれこういうスタイルでの戦いというのは経験しているという感じではないんですが、ここまで順応してきています、うん、でも経験してると思いますね。なんでしょうね、これだけありますもんね、はい、頭も良さそうですし、はいはいはい、このスタイルってやっぱりあの頭が良くないとできないですよね。回転が良くないと、まあね、まあ、おそらくロシアファイトにおける頭の回転のスタイルですけどね。ロシアアブソリュートの大会が出てるかもしれないですね。ロシアのバリズド大会ですね、はいはいはい、返しますね、返しますね、立ち上がりました。立つかな、立つかな、未知なるサンビストとこう歌われています。ヒョードル、お、そして足だ足だ足だ、アキレス腱だ、これで決まるか。さあ締めます、締めます。足はきつい、決まらないかもしれないですね。これ決まってないか、あ、決まってるんですけ ど結構アキレス腱で我慢できちゃうんですよね。これは決まってるかな。これでひねが入ってますね、ひねが入ってます。この体勢はいいですね。外れましたね。上になりました。下になったらあのヒョードルですけどもね、改めてプロフィール見直しますとね、リングスロシア代表のウラジミール・パコージンさんがですね、彼は大変の努力家で吸収が早い選手なんだと超えてますね。確かにこういうあの吸収力というのは感じさせます。対応がよくできているというような感じがありますが、グローブでのトレーニングもめきめきと実力を伸ばしているという評価を与えています。9月の後楽園ホール大会初参戦、12秒 KO 勝ち、打撃のセンスを見事にそこで見せつけました。ロシアなら一番対応してるんじゃないですかね。幼い頃からサンボと柔道をずっと続けてきているそうです。そのバー何でもあり系フリースタイル系の試合に出ているというのはちょっと引き込みすることができませんでした。あのバランスがいいですね。あの何回も下から返そうとしてるんですけど、また返さないですからね。アローナの足がまたこういう形になりますとだんだん対応が、ここから先がスタンダップ、ここでブレイクですか。今でもアローナこれから何かやろうとしたんじゃないですかね。10時行こうとしましたね。でもまあさしてアローナもあしょうがないかというような感じでブレイクに応じています。近くやるならですね、あのアローナってものすごいスタミナあるんですよ。はいはい、もうとにかくスタミナとのタックルの力です。ヒョードル、はい、ガード下がってますね。ヒョードル、あ、そうですね、ガード下がりましたね、はい、ちょっときつそうだった。いい色ですね。入るか入るか、スタミナ入りました。左入ったか、左入ったか、左入りました。カウンター気味に入りました。上になりました。これわかんないですね。ねえ、これはどっちでしょうね。鼻血を出しています。この辺りしっかり上になってポイントを取っておきたいところです。首絞めてるんですかこれ。いや、今は休んでないですね。休んでるだけですね、はい、あ、締めてないですね。ファスタック
どうだ、はい、取った。さあこれが決めどころだ、最後の決めどころかもしれません。残り時間30秒、これ30秒です、入ってないようです。5分ぐらいですね、はいはい、5分というとちょっと遠いですか。そうですね、はい、両足ロックできればいいんですけど、ね、なんか足を動かすという感じじゃないですもんね。このまま時間を待ちますか、溶けてしまいました。アクション。これ判定ちょっと難しいですね、割れそうですよね。打撃で、あのフォローですかね、これどっちに振られてもおかしくないような ね、僅差ですよね。延長より判定を行います。延長もしポイントされなかったらありますね。ジャッジ藤原20対20、ドロー。あ、ドローが待ってました、そうでしょうね。ジャッジ西20対19、ヒカルド・アローナ、うん、アローナが取った。もう一人アローナが取れば、ジャッジ大川20対20、ドロ ドローです。延長に入ります。延長1ラウンドが付けられています。インターバルをいただきます。恐ろしい、この小柄じゃないんですけども、まあヒョードルに比べたら小さく見えます。180cm 91キロの中に無尽蔵のスタミナがあるという感じがします。さあ延長ラウンド、タッケさんかわしました。おお、倒れません、こらえます。重たい腰です、重たい腰です。まるで横綱の受け稽古みたいです。あ、ちょっと体勢が崩れ始めています。おお、膝、はい、うまいですね。アクション。ロープをうまい具合利用しています。どちらが、アローナの方ですね。アローナが押し込んでる方が、はい、おーっと、左当たったか、当たってないか、当たってないか。いいですね、あの応用力が必然ですね。あー、倒れませんね、これ強いですね。ヒョードルは何を考えているか。ヒョードルはスタミナをなくしてきているのは間違いないようです。あまり動きません。この、 あのロープ際とそのアローナが、はい、そのうまいロープを使って間を挟んでるじゃないですか、はい、だからロープの方にロープ際に体重を寄せることによって、はい、あの自分の有利なポジションなんですよね。あ、押し込むような感じですかね。なるほど、さあブレイクになりました。相手が波の選手だったら評価を打ってましたね。おー、ロック。楽楽と、そうでしょうね、かなり強いですよね。あと今、うまい、うまい、どうだ、つかんだ、つかんだ。紙一重の攻防が続いています。入ってくると、あっと、今度かわされた、タックルは切られた。カウンターが炸裂ですが、あるいはタックルかという、タックルが強そうになってきちゃいますね。そうですね、頑張れ頑張れ。おお、面白いですね。タックルかカウンターパンチか。タックル入られるのときついですが、ローキック止めました。ロープ左、うまい、うまい。おー、今度アローナが左ジャブをついた。踏み取ってましたよ。上になった、上になった。体重で15キロヒョードルが上回っています。それを浴びせました。おー、でも小柄なアローナが起こしましたね。これアローナが、はい、パンチエレメンですよね、で、あの2焦点を取ると、逆に下になっているヒョードルが叩いてますよ。これ腕狙いか、うん、ただアローナの性格からって1本狙ってでしょうね。あ、そういう性格なんですか、はい、かなり気性激しいですからね。はい、まあ、出ないと21世紀への、ね、ブラジルの秘密兵器とか言われないですよね。まあ、急戦法伸びていくだろうと言われています。このアローナ上になってます。ブレイクですか、これ。ブレイクしてもいいかもしれないですね。まだこのラウンドは一応ラウンドしか、ここでもうすでに終わってしまうんですけれども、たっぷりと時間があります。あ、ここでブレイクですね。これはいいですね、このタイミングでね、はい、さあ勝って次のファーストコンタクト、どんな当たり方。あ、カットしてるんじゃないですか。穴のブリッジのところですね、メガネのちょうどあのレンズとレンズの間がかかるところですよね。ちょっとフェイクが甘くなってきました。よし、よし、ヘッドスリップ見事です。取れますね、タック。その前のパンチもかわしてからですね。あ、首入ってますね、フロントチョークか。今首を取ったまま、ネックロックスリッパーか。
スリーパーですね。スリーパーですね。これ入りかけてますよね。はい、入ってますね。何分ぐらい？5分。いや、今4分ぐらいです。あ、まだそんなもんですか。はい、この次の体勢を引き込むか押し込むかで、ポジション取って首を取ったらもう決まるんですけど、ちょっと厳しいですね、今ね。おお、ついてきますね。右足についてきました。膝がついてきた。にじ寄ってきました。最初のナックも粘っこさが出てきています。アローナ、これはアローナがいい体勢を作ってますね。アローナポジション取りはいいんですけども、これっていうのはないですよね、今のところ。残り時間1分、印象的にはアローナがいいですかね。そうですね、だからスタンディングというのはヤフトボールがいきますからね。さあもう一回スタンディング、おお、これは OK です、これは OK です、 OK なんですが、どの程度効果があるか。足をつかまれた、離れた、離れた、あえて注ぎ込みました。アローナ、このトラップにかかっていきます。ヒョードル、あと30秒、残り時間30秒。アローナ、ブラジリアンだけあって、そのポイントを取るのがうまそうです。ポイント計算もしたたかにしてるんではないでしょうか。ヒョードルは今ちらっとなんか時計の方を見たのか。アローナもさすがのアローナも下がりですかね。頑張れ頑張れ、あれでかいですからね、やっぱりね。頑張れ、これほどついてくるとは思わなかったんじゃないですかね。ヒョードルローいけ、ローヒョードル、ローという田村さんの声援ですが、タックルはもうちょっとスピードありません。さすがのアローナ、抜けた、ここでゴング、首決めたところ。難しい、ね、難しいですね。これはどうでしょうか。ジャッジ大川10対9、エメリア・エンコ・ヒョードル、あ、ヒョードル、ヒョードル、一人ヒョードル。ジャッジ藤原10対9、ヒョードル、エメリア・エンコ・ヒョードル、あ、ヒョードル勝ちました。ジャッジ西10対9、エメリア・エンコ・ヒョードル、3対0です。エメリア・エンコ・ヒョードル選手の勝ちでございます。スタンドが勝敗を分けましたね。なるほどね、スタンドポイントで取ったか。アローナはなんでというような感じで両手を広げています。これはね、でもしょうがないですよね。そうですね、まあ、延長ラウンドに限って言えば、そのタックル嫌いほとんど嫌いてましたし、はい、アローナやったのはポジショニングだけですからね、はいはい、ここでやっぱヒョードルがスタンドで打撃を入れていったと、で最初タックルを切っていったというところがやっぱり評価だったんじゃないですかね。でも強い選手見つけましたね。そうですね、この選手は強いですね。まあ、ちょっとアローナが敗れたのはちょっと信じられない気持ちです。はい、なるほどね。熊子さん、そのショックが大きいようですが、でもこれ決勝にしても持ってきてもおかしくないカードですね。うん、確かにそうですね、うん、かなり内容の濃いものを見せてくれましたが、ヒョードルでも疲れましたよ。次の戦い、高坂とミーシャが戦うんですが、これ高坂もしか上がってくならば、あるいはミーシャが上がってくならば、両選手にとってラッキーかもしれません。うん、